お姉ちゃんは君の
のがどんどん取れるわ。もう少しやってみよう。気持ちいいかな？本当？ありがとう。君にそう言ってもらえて、とっても嬉しくなるわ。じゃあ次は、入り口の部分に入っていくわね。危ないから、顔を動かさないでね。そーっと、そーっと、入ってく。されるのは気持ちいい。そうでしょ。幸せな表情で私を見てるけど、本番はこれからよ。もっと続けるわ。本当に掃除のしがいがあるわ。次は奥の方をお掃除していきましょう。まったりしてていいからね。奥までゆっくり入るわ。になったわ。細かいのだけ少
少し残ってるから、この反対側の梵天っていうふわふわで粉の耳垢を取り除いていきましょう。大好きなことしてあげようか。耳元に私の息を吹きかけてあげる。じーっとしてて。こんなに感じちゃって、本当に耳にふーってしてもらうのが好きなのね。さて、これで右耳は終わりだわ。反対側の方もきれいにするから、お姉ちゃんの方を向いて。そうそう、姿勢を直して。お互いが見えるね。ドキドキしてる？ほーら、私にもっとくっついて。それじゃあ始めるわ。まずは耳の縁からね。ゆっくり表面の垢を取っていきましょう。でね、その人の性格がわかるのよ。君はとっても優しい子。お姉ちゃんの言うことをちゃんと聞いてくれるいい子。だからこうやって君と甘い時間が過ごせるのよ。それじゃあ続けようね。耳の浅いところを掘ってこうね。ちょっと待っててね。すぐ終わるから。うん？はあ？どうせ、長ければ長いほどいい。
とか思ってるんでしょう。君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。だって顔に出てるもの。このぐらいかな。わかったわ。じゃあ続けるわね。の方をきれいにしていくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。知ら、気持ちよかったわ。あともう少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。細かい耳垢も取れたわね。またお耳拭いてあげるわ。動かないでね。
君の考えてることは全部わかっちゃうわよ。だって、顔に出てるもの。このぐらいかな。分かったわ。じゃあ続けるわね。していくわね。君の左耳にゆっくりと深く耳かきが入ってく。知ら、気持ちいい。よかったわ。あともう少しで左側も終わりね。頑張りましょう。仕上げだけよ。ふわふわで細かいのを取ってしまいましょう。細かい耳垢も取れたわね。またお耳拭いてあげる。